前さっきから好き勝手やりやがってこの野郎。おいおい、この今日から入ったこの小さまれだな、今度からな好き勝手しねえからな、この野郎。おいこの野郎に一言ずつ言ってやるよ、この野郎。お前さまだろ、お前いつでもいいぞ、いつでもハードコアでもデスロースでも何でも来いよ、この野郎。森松、いつもな、生活は強くなってるかもしれないけどな、リンクだったら別だからな、この野郎が。そのとおりだよ、おい。あと谷崎先輩、おい、谷崎先輩、誰だお前は。久々ですね。デビューしたときには、ある団体でお世話になりました。でも、このリンクでは関係ない。いつでも相手になってるんで、勝ってこいって言うんだよな。なめんじゃねえぞ。おい、どうぞ、おい。そこにいる3人組、お前。それからずーっと上がっていくよな。お前らにな、一つだけな、足りないものをな、これからな、教えてやるからな、勝ってほしい、この野郎。動いてやるから、野郎。マッドドッグナイトじゃねえ、ごさまるナイトだー。悔しかったらな、なんか言ってみろ、これゲーシン、たけしさんみたいな声だし。おい、まずな、マスクすんだらいいけどな、口元開いてた方が分かりやすいよ。どこかで言うのよ、何かは分かんねえし、一つだけアドバイスを送ろう。おい、無線マイクはな、高価だから投げるの禁止なんだよ。おい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 、ヒールなのにだいぶ優しいだな、お前は。びっくりだ。あ、おうおう、セーバー、セーバー上がってこいよ。セーバー、久々だな。どっかであったような気がするけど、だいぶお互い形が違ったと思うのって。セーバー、これからこの俺が琉球ドラゴンで世話になるから、よろしくな。俺が締めたところで何にも盛り上がらないから、セーバー、今日はチャンピオンとして締めてくれ。なんで出てきたんだじゃん。まずは、はじめまして。なんか初めて会った気はしないですけども、彼はゴサマルというキャラで、これからゴサマルという名前でやっていきますんで、皆さん応援してあげてください。ゴサマル、今笑ったやつら、お前ら動いてくるんだよ。この名前がな、どんだけ重いものかな、俺だって分かってんだよ。ゴサマルがどれだけ沖縄でスーパースターなのか、俺だって分かってんだよ。その覚悟を背負って俺は沖縄に来たんだから、誰にも馬鹿にされない、スーパースターになってやるから、お前ら笑ったやつら絶対に後悔させないからな、覚えておけ。まだちょっと何を言ってるのか聞き取りづらいですけども、これからやっていくうちに聞き取れるようになってくると思いますんで、これからも応援よろしくお願いします。そして彼は、22日ですか、23日のハウスショーから私たちと一緒に試合してくれますんで、皆さん、ぜひとも楽しみにしておいてください。それでは、日本外観とか、屋台村とかありますけども、ゴサマルは23日ハウスショーからやりますんで、皆さん23日お待ちしております。今日はありがとうございました。
パッと返せない。本日の授業は全て終了後